<ス>テレビ東京経済キャップの小野哲太郎です今日は明日にも閣議決定される予定の政府のいわゆる骨太の方針その中に盛り込まれる見通しになっている退職金への課税制度の見直しについて解説したいと思います、えー、これですね先日あの原案が示された段階で退職金への課税が見直されるということがいろ、えー、んなニュースでも出て、えー ご覧になった皆さんあ、ひょっとして退職金、これ、手取りが減っちゃうのと、えー、心配になった方も多いかと思いますので、まあ、ここですね、えー、丁寧に解説していきたいと思います。さて、えー、骨太の方針っていうのをですね、ちょっと簡単におさらいしたいのですが、これはですね、毎年この6月に出す政権として重視する政策の、えー、まとめでして、予算編成の前に、これだけは、 やりますよということを示すことで各省庁の政策づくりとかです、ね、予算づくりにある程度、まあ、タガをはめるという意味でえこの中にあの政策が盛り込まれるかどうかというのは大きな意味合いを持っています。うんえー、それがえこれがあの原案なんですけれどもこの中に示されたえ退職金に関する記述というのがこちらになります成長分野への労働移動の円滑化については。 という項目の中でこの後なくなるんですけど退職金制度についてはですね退職所得課税制度の見直しを行うこのように書いてあります実は皆さんがもらう退職金これにかかる税金というのはですね大きな優遇制度が設けられてまして実際にかかる税金というのは非常に少なく抑えられていますというのもですね 退職金というのは確かに一度に大きなお金をもらうんですが、それはですね、退職した後、引退した後のですね、生活費という意味合いを持ちますので、そこに累進課税でですね、大きな額の税金をかけてしまうのはふさわしくないという考えから来ているものです。具体的にどのくらい優遇されているのか、こちらをちょっと詳しく見てみましょう。ではこちらですね、38年間勤め上げて退職金を、 三千万円もらった人の例を考えています、えー。通常はこれがあのいわゆる所得の課税対象となるのですが、えー、この中でですね、えー、まずここから勤続、えー、年数に応じて決まる退職所得控除というのが除かれます。えー、これはですね年収の額とか退職金の額に関わらずですね勤続年数で一律に決まるものです。これがですね勤続三十八年ですと二千六十万円。 これが控除されますさらにその残りの、ね、940万円のうち半分、これは特例で,です、ね、課税の計算の対象から外されます。ですので、実際に課税の対象となるのは470万円、これだけが税金の計算の対象になりまして、これにです、ね、税率を書きまして、実際にかかる所得税、これはおよそ52万円ほどになっています。 このですね、長く1つのところに勤め続けた人が有利になる、えー、退職金への課税制度、えー、これを岸田政権はどう変えたいと考えているのか、詳しい解説は、レ東ビズに登録してご覧ください。